はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コメ読み行ってみたいと思います。ポジションマークの流れで質問させていただきます。以前右手首の角度について質問させていただいたものです。クラシックギター初級者なのですが、未だにどうしても指板をグッと覗き込んで練習してしまいます。と言いますか、ギターの面表を、自分側へ斜めに倒して弾いてしまっています。先生はギターの面表をどのくらい傾け、指板をどのくらいの角度で視野に入れながら弾いておりますでしょうか。また初級者はこの先どうやって、どのタイミングで指板を見ずにポジションマークを活用したりして、練習し始めるべきでしょうか。はい、まあこうね、こういうことですよね。ギターがこう上を向いて、で自分の指を見る。ですね、まあ、僕の意見としては、とりあえずね、この上に向けてしまう、こうやって覗き込んでしまうのはもう絶対にやめた方がいいと思います。もう本当に絶対にやめた方がいいと思います。でただ指板は見たいんですよね。で、まあ、指板は見たい、あとはね、ちゃんと何弦を押さえてるかとか、その辺も確認したい、と思うんですよね。でも別に僕はこうやってね、楽器をこう上向けなくても全然見れるんじゃないかなと思ってます。これ結構ね、レッスンなんかでもよくこの話は出るんですけど、僕はこういう風にざっと構えて、もう今ほぼ正面向いてるぐらいな感じなんですよ、楽器が。でそれでちょっと見れば見えるんですよね、必要な部分は。だからもう言ってしまえば、これで十分見えてるんでいいんです。でまあ、人によっては、今僕は例えばこの6本の弦がちょっとずつ隙間が空いて見えるぐらい、これが例えばこう、こっからね、自分の見た角度から1本に見えてしまうぐらいだと、ちょっとねきついかなと思います。初心者の人にはもちろん、きついんじゃないかなと思います。でも普通にまあポンと楽器置いて、ちょっと体にねポトンと倒れるぐらい、ほぼ正面向いてるぐらい、これで見たい時はこう、ただね首を曲げるというよりはチラッと見る、このぐらいでね、もう結構十分見えちゃう。でそれ以上見えてもはっきり言って変わんないんですよね。でこういうふうに全部なんか正面から見えちゃいますぐらいまで見たとして、そのね、狙いがより正確にできるのかって言ったら大して変わんない気はしますね。もう結局これってただの安心感でしかないっていうか、見えてる部分がこう正面から見てても斜めから見てても、そこで結局自分がその角度から見るっていうことに慣れてるかどうかっていうのは結構でかいと思います。だからこういうふうに普段から見てる人はこういうふうに見ないと不安だし、でちょっとね、ちゃんと見えてるんだけどそれが見づらいっていうだけなんです。見づらいっていうだけなんだけども、その見づらさが見えないっていうね、見えてない、全然自分の指、指板、こう弦が見えないっていう感覚。僕ね、この今この角度これぐらいで結構十分ですけど、弦と弦の間だいたい1ミリぐらい
の隙間が空いて見えるぐらいかな。右目をつぶって左目で見たら弦は一直線になってる、うん、右左目つぶって右で見たら1ミリか2ミリの隙間が空いて見えるぐらいな感じ、うん、これって多分効き目にもよるのかな、うん、まあでもどっちにしてもね、そのぐらいの、そのぐらいです、見えてるのって。でもそれで十分、うん、それ以上見えてても別にその見えてる範囲がね広くてももうあと変わんないんですよね、こっからは、うん、でちゃんとその弦に指が乗ってるかどうかも見えてるし、フレット寄りかどうかも見えるんですよね、うん、だからこう変にこういう風にね安心感を求めてこういう風な角度をつけてしまうのはかえってもったいないです。これもう多分慣れの問題がすごくあると思うんで、うん、なので、まあ、こういう感じでね見るのはやめた方がいいです。左手首にも負担かかるし、うん、まあ、手にとっていいことは全然ないですよね、うん、でどうしても見たいっていう時はもう楽器の向きを変えるんじゃなくて自分の体をね前に出した方がいいです、うん、こういうふうに楽器を向けるんじゃなくて自分を前に出して少し覗き込むぐらいをした方がいいと思いますね、うん、まあ、ずっと覗き込みながら弾いててもこうなんか首つかれたりとかねしちゃいますけど、まあその辺っていうのは結局ずっとねぐーって一点をなんか見続けるような変な形を固定してしまう、うん、それがまああまり良くないんで、あちこちあちこちね楽譜見たり右見たり左見たりいろいろ視線をね変えて弾いていれば大丈夫だと思うし、ちょっとここはもう少しどのぐらいかな、なんかね見づらくて確認したいという時はちょっと覗き込めばいい、うん、それでこうやってしまうとこの形が今度キープされてだんだん辛くなってくる、うん、だから基本正面で必要があれば自分の体を少し前に持ってくる、うん、そういう形がいいと思います。で、指板を見ずに弾く必要ってあるのかなって僕は思います。指板は別にね初級者中級者上級者、全員見てます、うん、で別に指板を見ずに弾くというか指板見ないでも弾こうと思えばもちろん弾けるしっていう風になってればいいんですけど、別にこう指板を見ないで弾く練習はそんなにやらなくても、うん、でも自分の感覚距離感っていうのはしっかり作んないといけないんで、まあちゃんと抑えられてるかどうかはチラチラ確認する、だけど、いいポジションの捉え方とかだと、やっぱり見ててもその感覚を持ってなければずれるんで、こっから2フレットから7フレットっていう時も2フレットで感覚ができてない人は7フレットもなんか微妙に行き過ぎたりとか足りなかったりとかもするし、これは視線の問題もある、視線の問題もあるし、あとは感覚的な問題と、うん、でパッとね移動する時なんかは、まあ、ポジションマークをうまく活用したりということもあるけど、結局はしっかり狙ってないとその場所には移動できないんで、目をつぶってても、あ、まあ、目をつぶっててというかこうね左手見てなくても今2フレットから7フレットに行くんだっていうなんかその距離感をどのぐらい自分が意識してるかによるかな、うん、で別にここは見ない
理由もないというか、その見ていいんですよ、うん、である程度ポジション固定できてしまったら、第1ポジションとか第5ポジションとか、そういうポジションがしっかりと自分の中でね、基準が出来上がって、そこで動く分には、全然見てなくても感覚を頼りにいけるようになってくるんじゃないかなと思います、まずはね、うん、でもその感覚を、得るためになるべく見ないで引こうってやって、結構外す人は多い、うん、でこれね、結構外すでも見ないでなんとかなれなきゃって感覚だけを頼りにやってる人は、多分今後も外します、うん、ちゃんと目で見てこの距離感っていう感覚と視線と、うん、この体が感じてる距離感と自分が見てるこの距離感が一致してるのかどうかっていうのが分かってないといけないんで、そういうね、ある程度もう本当に引き慣れてくれば自然と見ないでもその感覚が正確だっていうのは分かってくると思うんですけど、その感覚をつける前に指板を見ないとか感覚だけを頼りにしなくちゃみたいなやり方をしても、その感覚がね正しくないんで、そもそも正しくないから、そういう感覚、当てになんない感覚を当てにしてる、で外す、でそういうのを繰り返して正確な感覚を身につけないまま、それを繰り返してそれに慣れていく、ポジション移動がいつまで経っても苦手みたいなね、うん、そういう感じになっていくような気がします。だからまず大事なのは感覚よりも目で見ること、うん、でその目で見る、その見方っていうのは前にも動画出してますけど結構大事です、うん、ただ見てればいいっていうもんではないんでね、うん、まあそういう見るっていうことをまずはしっかりする。ただ正面を向けてもうっすら全部が見えてるぐらいでも、結果は変わんないです。そういう状態で視板を捉えることに慣れてるかどうか、うん、結構正面から見てないとなんか不安なんでって言って、正面を向けてしまう、正面っていうかね、だんだんこう楽器上向いていくみたいな人もまあまあ多いんですよね、うん、だからそれはね、しっかりちょっと必要があれば覗き込めるし、うん、楽器を動かす必要はないという感じです、うん、僕の考えとしてはこんな感じなんですよね。なので、まず初心者の方、初級、うん、まあ、どこまでが初級なのっていう話ですけど、まあそれはとりあえず置いといて、初級者、まあとりあえず初級者は、感覚をつかむんだっていうよりもしっかり見るっていうことを意識した方がいいです。で見るといってもこういうふうによく見えるじゃなくて、ちゃんと見えてればいい、うん、でそれぐらいの視界で見えてる範囲で、うん、それに慣れてしまうことです、うん、であとはしっかり見て感覚をつかんで、感覚と自分の見てるものとそれがちゃんと一致するようにしっかりと練習していくみたいなのがねいいと思います。そうやっていくと自然とね、見ないで弾くっていうのもまあまあそんな難しくもないし、うん、でしっかり見てるからこそポジションマークっていうのも大いに活用できると思うし、うん、でしっかり見てるから感覚っていうのはしっかりついていくと思います。はい、ということで、楽器を傾ける楽器を傾けるぐらいだったら自分から自ら覗き込んだ方がいいです、覗き込み続けるのは避けた方がいいですね、うん、ちょっとやってみてください。